が綺麗に咲いてますね。この辺りから杉の木が多くなってきますね。その辺を変えてですね、山椒かな、コウコミか山椒ですね。コウコミの天ぷらは美味しいんですけどね、あんまり開ききっちゃうと食べれないって、ね、これ謎のやつなんですけど、開ききったやつは食べれるのかどうなのかってのは分かんないですけど、開ききったやつは食べたことはないので、大体こうくるくるくるって巻いてる状態で食べると思うんですよね。なかなか本編出てこないですね大丈夫かな、道を未整備されてる道だから大丈夫だと思うんですけど、一人だと不安ですよねこれね。